おはようございます。朝の眠い8時前でございます。今日はね、撮ろうと思ったんだけど、なんかです、ね、すげえ寝癖が、なんかね、とりあえず今日あれ、ツイッターでものすごくうまそうなご飯が乗ってて、ちょっと今日それ作ろうかなと思って、一応あのマグロのこの柵をね5つ買ってきました。一応あの今回作るのは漬け丼を作らせていただくんですけど、だっけな、なんかめんつゆとか醤油とかに浸す感じの、まあよくわからないんで、とりあえずやっていきます。めんつゆ、お醤油、ごま、わさび、こんな感じ。これで30分から1時間ぐらい寝かせます。で、ちょっとあと待ってる間すごく暇なので、一回髪切ってきます。ということで、あの、こう髪切ってきました。こんな感じで。ちょっとそんなことはどうでもいいんですけど、あの、今じゃないや、さっき漬けたやつにちょっとやること1個忘れてて、これ本当は卵黄を入れなきゃいけないらしいんで、今ちょっと入れます。買ってきました。ちょっと卵黄入れていきます。残った卵白の方はもったいないんで、ちょっと取っといて後ほどいただきます。ちょっとまた素手で飲んでいきます。ちょっとまたこれを一旦冷蔵庫の方に戻します。で、ちょっと一旦疲れたんで、あの、休憩したいんですけど、今日この後運転があるんで、ちょっとノンアルでいただきます。で、次にちょっと乗っけるように納豆とイカ買ってきたんで、これもちょっと刻んでいきたいと思います。はいはい、OK。 そしたらとりあえず今お米炊けたんで、ご飯よそっていこうと思います。一応ね、今回はご飯ね、5合を用意しました。水分多いかも。あ、べちゃってんな。一旦ね、これ一応こんな感じでお米5合分用意したんで、一回ね、涼しいお部屋の方で粗熱を取りたいと思います。ちょっとね、粗熱取ってる間に薬味の準備をしていきます。
スイート。で、今ご飯があらかた冷めてきたんで、ちょっとトッピングに移りたいと思います。よいしょ。で、マグロの上にまた納豆を乗っけていきます。なんだね。で、この上に温玉、で、こんな感じで今完成したんで、早速食べていきたいと思います。ということでね、今こうやって出来上がったんで、早速いただいていきたいと思うんですけど、あの前回のね、テーブルから遠くてね、食べ物がこんな感じで、いや、テーブル買ったんですけど、あのね、高すぎたわこれ。まあいいや、早速いただきます。いただきます。まずマグロから、うよ、見えるかな、こんな感じ。うまっ。なにこれ、めっちゃうまいじゃん。うわ、うまっ。うん、めちゃめちゃうまい。前回はね、ちょっと辛かったから、今日はね、ほっとして食べれる。ちょっと納豆と一緒に、前の動画に苦手な食べ物ってないんですかっていう質問があったんですけど、僕ね、あの前の動画でも出してるんですけど、パセリがどうしても苦手で、もともと小さい頃は本当それこそミョウガも大葉も食べれなかったんですよ。あの香りのある草系っていうのが一切食べれなくて、今はもう大好きなんですけど、それでも唯一パセリだけが未だに苦手です。うん、質問コーナー的なことをって前回言ったんですけど、食べながらって無理だね。うん、ちょっと汁物、ちょっと汁物、うん、ちょっとあの味噌汁飲みたかったんだけど、ちょっと家になかったんで、インスタント的なのが。じゃあこれで、また辛いのなっちゃった。いいよ。うん、一緒に食う方が、え、あと前回の動画で、なんかあの自炊の頻度はっていう質問があったんですけど、バラバラなんですよね。まあ仕事柄、昼夜あんま関係なく家にいない時の方が多いので、家にいる時はおつまみとか自分で作りますね。だから週でそれでも 2,3 回ぐらいかな。で、基本家で作るのは酒のあてぐらい、他は作んないかな。あ、温玉忘れてた。全部まとめて、あ、これはうまいじゃん。うん、うん、うまっ。うん、あ、なんかね、見えんのかな。あ、絶対考察でしょこれ。大丈夫これ、こんな感じ見えてんのこれ。ピント合ってる、ピント合ってるな。後入れオイルを、あ、
やっぱり中本さんお店で食うやつも大好きだから絶対うまいと思うんだよね。あ、うん、うん、あ、これうまいな。あった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 。結構話しながら食ってる気がするんだけど、まだ半分いってない。量多いな。うん。もう一本。ノーマル。前回、ね、コメントとかグッドボタンとかもそうなんですけど、すごくたくさんいただけてめちゃめちゃありがたいですね。本当になかなか昔からこう動画の中でも喋ってとかっていうのをコメントいただいてたので、やっとこう皆さんとこうお話できる機会ができたというか、そう、あの、うん、お腹いっぱい。鼻に汁が入ったみたいで、さっきはすげえ痛いな。うん。うん。温玉。ああ。ごちそうさまでした。でね、このね、今日いただいたマグロの漬け、もともとなんかその冷凍を買ってきて、ちょっと色が悪かったから、まあ、作ろうかなと思ったんですけど、いやもう完全に作って大成功の料理でした。あの、使うのは、麺つゆと醤油と、あと、卵黄か、とごまだけなんで、まあ、わさびは好みだとは思うんですけど、まあ、基本的に漬けだけだったらそれだけでできるんで、まあ、結構手軽ですし、ぜひ皆さんも試してみてください。もしよければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はぁ、あ、はぁ、あ、お腹いっぱいだ。